月曜日のコメンテーターは大谷昭弘さんです。大谷さん、今日もよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします、はい、まずはこちらから。政府は観光支援事業 GoTo トラベルの対象から東京都発着の旅行を除外したことをめぐり、キャンセル料補償の再調整に入りました。赤羽国土交通大臣は考えていないと明言していましたが、自民党の岸田政務調査会長は昨日、検討を始める動きがあると聞いており、ぜひ求めたいと述べ、何らかの補償があり得るという見方を示しました。キャンセル料の補償をめぐっては与党や自治体に対応を求める声が拡大しました。政府関係者は昨日、重要な課題、早く結論を出すと述べ、国土交通省の関係者は調整検討中だとしています。補償する場合、東京除外に続く方針転換となります。まあ、国土交通省もそうでしょうけども、おそらく、まあ、総理官邸を含めて、もうとにかく大混乱っていう感じですかね、大谷さん。そうですね、私、生放送中にこの東京除外っていうのが入ってきて、からテレビ朝日 の、 国土交通省担当の方 の、 はい、報告を聞きながら放送流したんですけど、はい、記者も国土交通省も大慌てだったし、聞いたことない何が起きたんだというような感じでしてね、そもそも国税を投入したですね、一国の事業でどこの地域とどこの地域が除外するということが果たして許されていいんだろうかと。これ今非常に感染が増えている東京がだからですね、ある程度皆さんやむを得ないなという気はあるかもしれませんけど、これがもし例えば沖縄とかどっか除外するということだったら、これ大変なことになると思うんですね。この政策に関しては沖縄ダメですよとか、この政策に関して北海道ダメですよって言ったら、これはもう国、その自治体許せないと思うんですね、はい、なんで今回こんなことがですねまかり通るんだろうかと。これはもし東京都の方が例えばふるさと納税で泉佐野市が勝ったように、この一定地域の除外は法の下の平等という観念から言っておかしいじゃないかということで、東京都が提訴したらですね、おそらく最高裁は国を任すと思うんですね。こんなことは果たして通っていいんだろうかというのが一つあると思うんですね。それから根本的なことで言うと、各都道府県の知事さん含めて観光事業が今非常に疲弊していると。だから観光事業のためにはですね、これ GoTo 作戦やらなきゃいけないんだと、そうじゃないと観光事業は死んでしまうんだと、それは一理あると思うんですね。ただおとついの段階で言うと、このウイルスの感染者というのはちょうど1ヶ月前の6月18日と昨日比較しますとですね、ちょうど10倍になってるんですね、感染者は、はい、60数人だったものが600何十人になってると。それからここのところに来て、ついに入院患者は4000人を超えているという状況になっている。でこういう時により国民は移動してくださいと、旅行してくださいという政策を取るというのは一体いかがなものなんだろうかと。1ヶ月前2ヶ月前はなるべく動かないでくれと言っていたのが、人数が10倍になったらさあ皆さん動いてくださいということ自体がですね、私は甚だ矛盾していると思うんですね。それからもう一つ言えば、観光事業が疲弊しているということをしきりにおっしゃるわけですけど、で知事さんの中にはやっぱりうちの県には来てほしいというようなこと、最初岡山の知事もそんなことをおっしゃってたんですね。じゃあ各都道府県のそれぞれ皆さんの就業の実態から言ってですね、基幹産業として観光事業はどのくらいのパーセントを占めてるんだろうかと。例えば愛知県で言えばトヨタがあることもあって、圧倒的に製造業ですよね。それから2番目には愛知県というのは大変な農業国ですから、農業圏ですから農業が入ってくる。もちろん観光もあるでしょうけども、果たして各都道府県が観光が基幹産業と言えるんだろうかと。でその基幹産業を無視してですね、いや観光を助けなきゃいけないと、もちろん助けることはいいことですけども、そのことによって人々の移動が非常に激しくなるということを各都道府県は歓迎してんだろうかということからすると、この政策ってどう考えてもおかしいと思うんですね。はい、
これ大谷さんね、これうがった見方かもしれませんが、自由民主党自民党の二階俊博幹事長が、はい、まあ、いろんなお仕事兼務されてますけども、はい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 、その中で全国 旅行業協会の、ね、まあ、会長を務めになっているということで、はい、まあ、あの日本国中にあるいろんな旅行会社、旅行代理店の、まあ、どちらかというと中小の代理店が圧倒的に会員さんとして多いという話は聞いています、はい、でこのうがった見方かもしれませんよ、はい、でもGoTo キャンペーンをいち早くやろうって多くの、まあ、リスナーの皆さんもそうでしょうけど、いや今そんなこと言ってる場合じゃないでしょうっていう時に立ち上げますよっていうことを明言しましたよね、はいはい、なんかあんじゃないかっていうことが一つある。それから実際にあのこれ東京都除外の後に、まあ、大混乱している、はい、その時に赤羽国土交通大臣は東京都の方がもし旅行すると GoTo キャンペーン、はい、GoTo トラベルをシステムを利用して、はい、まあ、割引を適用を受けようっていうんで予約したけども、はい、そのキャンセル料は、自分で申し訳ないんだけどやってもらえませんかということでしたが、はい、急に岸田さんが言い出しましたよね、はい、いやこれ保証すると、はい、これ党と政府はどうなってんだってこともあるし、これ大きな意味で言うと政府自民党が今大混乱って言ってもいいんですかと思いますね。今非常にあの国丸さんがですね、なかなか言いにくいことをですね、まずしょっぱないですね、その旅行協会ですよね、はい、あの会長さんの話があってですね、はい、あの時々ですね、あの一部の知事さんもおっしゃってるように、うん、1兆3500億とか1兆7000億というお金があれば、うん、各都道府県に分配してですね、うん、その各都道府県が自分のところの観光事業にはこういうやり方がいいだろうということで、うん、やった方がより効果的じゃないかと、はい、ただ知事さんによったら我が県はまだ人を招くのやめようよねとか、うん、隣県から来てもらおうよねとか、いろんな対策が取れると、なんで1兆7000億を全部国が取って国が全部事業をやるんだと、うん、都道府県に分けないじゃないかっていう意見を相当我々も聞かされるわけですよね、はい、その時に先ほど国村さんがおっしゃったような、そんなことをしたら業者からお国への見返りがどうなると思ってんだ、うん、一括だからこそよくぞこの政権やっていただいたということから、各種団体からですね、いろんな時にいろんな形でのですね、しかるべきものがあるはずなんだと、そんなもの47都道府県に負けちまったらどっからしかるべきものが来るか、来なくなるじゃない、そこが根本的なところにあるんだというのは誰でも考えることだと思うんですね。ですよね、だあの全国の旅行会社の方々、はい、もう本当に今苦しい中で戦ってらっしゃると思うんですね、はい、ただ、はい、でもなんかちょっとこうそういう方を救うんだったんだ、救うで一つあのやり方はあると思うんですよ。そうですね、でもなんかちょっとこう GoTo キャンペーンってなってきちゃうと、って思うんですけどね。これは本当にじゃあ間違いそういう方を救えるのかといったら、うん、じゃああの今度の被害を受けているですね、大分の天ヶ瀬温泉の方々が、はい、この GoTo キャンペーンによっていずれが救われるのかっていうと、私はそうじゃない救い方になってしまうと思うんですね、うん、そこにですね、なんで今いきなり観光なのと。でやっぱり観光ってのは行く側はウェルカムの中で行きたいわけですから。そうですね、うん、こういう状況の中で昨日の朝日新聞がですね、うん、まさかそんなことはないと思うけども、うん、出かけていったところでですね、東京の人がですね、ゴーホームと言われるような旅だったら何なんだろうかというふうに書いてましたけども、まさによくぞ来てくださいました、お邪魔させていただきますというところで旅行ってのは出来上がってると思うんですね。なんだ東京からかやとか、大阪も最近ひどいですよねという中での旅行ではないと思うんですね。まあ、この件について、まあ、自民党の岸田政調会長が言ってるわけですから、まあ、例えば東京都民を対象のその補償ですね、はい、これはおそらくまた補償ということなんでしょうけど、実際これ国土交通省の中の担当部局の方々からするとまた大混乱になっていくんでしょうけどね。大混乱になるんですね、うん、ただ今日は朝日新聞が世論調査で、あのこの政権のですねコロナ対策うまくいってると思いますかって方に、7割の方がですね、うん、ダメだこれはというところから見ていくと、マスクといいですね、あるいは今回のこの GoTo キャンペーンといいですね、本当に人類が初めて出くわすようなウイルスときちんとした戦いができてんだろうかという不安が非常に残りますね。
ですね。それからもう一点、このコロナウイルスで、これ先週の金曜日も佐藤勝さんにお話を伺ったんですが、はい、今現在沖縄県にある普天間基地とキャンプハンセンですね、はいはい、この中にいるアメリカ軍人の感染が発表されたと。で、当初その米軍側としては沖縄県にはその感染している人数も伝えるけども公表はしないでくれということです、はい、いやそりゃそういうわけにいかないだろうという折衝があって最終的に公表に踏み切ったということなんですが、はい、ただこれ先週も話した通り例えばアメリカ軍の普天間基地あるいは嘉手納基地にも感染者がいるという、はいはい、で嘉手納の場合ですと空軍ですよね。東京エリアでいうと横田基地があって嘉手納と横田の間は行き来は結構してるわけですよね、はい、そうですね。そうなってくると、この感染がアメリカ軍由来の感染という問題も新たに生じ始めている、でここで立ちはだかるのが大谷さんにも以前何回かもお話しいただいた日米地位協定。そうですね。ここでまさか感染症というところで壁として立ちはだかるとは思わなかったんですか、大谷さんいかがですか。これ当然ですね、今沖縄で起きていると同じようにですね、在韓米軍の中でも起きているんですね、はい、でじゃあ在韓米軍韓国に対するですねアメリカの情報公開は何かというと、うん、やっぱり感染人数だけじゃなくてですね感染の日時経路そういったものも含めてですね韓国の政府には伝えてるんですね。 でありながらですね日本に対しては最終的には人数は公表されましたけども県には伝えるけども県民国民には伝えないでほしいと全く最初からですね韓国と大きな差がついてるわけですね、はい、で同じ状況の中で在韓米軍在日米軍がいる中でですね今おっしゃってるように結局日米地位協定っていうのはですね簡単な手直しはされてもですね1960年の60年安保の時以来ですね根本的な手直しは改定は一回も行われてないと、うん、逮捕許諾権にしてもですねちょこちょこ小手先では変えてってもですね基本的なところで変えてないということからするとですね、うん、今回のようにも明らかに特にアメリカでは1日感染者が6万人と言われるようなですね想像を絶するような流行の中で感染の中でこれはやっぱり単なる交通事故の身柄の引き渡しの問題じゃない、これも大変な問題なんですけども全部の健康医療に関わってくることだからといってこういうことも含めてですねここら辺で本当に地位協定根本的に見直さないとですね辺野古の問題を含めてもう米軍にはいてほしくないという声の方が高まってくると思うんですね。こういう時にこそ情報公開してお互いの安全のためにいるんだという認識を深めなくてどうするんだという思いがするんですけどね。コロナ禍が始まった時にアメリカの、空母ですね、この中に感染者が広まったということで、はいはい、これ例えば軍事関係でいうと米中の対立がある中でアメリカの空母はこれ動けないぞという時に、はいはい、タイミング測っていたかどうか分かりませんが、ね、中国の海軍が南シナ海に随分展開するようになりましたよね、はいはい、で今そういう中で香港の問題があって米中対立それぞれの、米軍にしても中国軍にしてもかなり先鋭化してし始めているという中で、はい、アメリカ軍の事情というのも分かる気がするんですけども、一方で例えばそのこれは出せないここは出せないよということとともに今このような形で感染防止対策を取っていてどうぞ例えば防衛省なり防衛省だったら、はいはい防衛省の医官ですよね、はいはいはい防衛医大の方でもいいんですけれども、はいそうですね、こうチェックしてくれとこういう形で外に出さないようにしています。日本の国民あるいは市民の皆さんには感染しないような対策を取っていますどうぞご覧になってくださいっていう公開はあるんだと思うんですよ。でもそれすらもやる気配がないでしょ。確かに軍というのはですね自分の中にどれだけのですね被害が出ているのか、疾病が流行っているのかどうなのかこれは軍事上の秘密だし戦力に関わることですから言いたくないってことは分かるわけですね、はい、だけど日米の間で協力体制が なしにしてですね戦略というのはありえないわけですね。特に沖縄の米軍にとってはですね、はい、やっぱり県民の理解の中に成り立っているわけですからいやここまで公開しますと
いうところがあってこそですね、やっぱり軍というのはそこの地域の方々と合体してです、ね、戦っていくというところがあるわけですから、そんなことは知らないと、うちの戦力の問題だからということになればですね、ますます反発を強めるだけだと思う。こういう時にこそですね、先ほどおっしゃってたように沖縄防衛局が、じゃあ防衛省から以下派遣しますから、あくまで医学的な立場でですね、県民にこういう状況だということは知らせたいんだから、そこはちゃんときちんと情報公開してくれと、医学的立場から行くんだからということで、そこで信頼関係を作っている。これはアメリカの態度も良くないかもしれないけど、そこをきっちり説明しきれない、やっぱり日本政府の姿勢の方が私は問題だと思うんですね。この辺は河野太郎防衛大臣もちょっと強気になってもらわないと困っちゃうし、まして沖縄に行かれた方だったら皆さんよくご存知かと思います。普通に沖縄の街に、車が行き交っている中で、アメリカ軍の方が運転している車、はい、ナンバーが違います。 Y とか違います。 Y ナンバーですね、はい、これが非常に多いってことはよくはお分かりになると思うし、だからそこでその、いわゆるその東京近郊とはまた違った形での感染っていうものに対して沖縄の皆さんが敏感になってるっていうのは、これは手に取るように分かるんですが、ここにもなんか沖縄はちょっとねっていう風になっているんだとすれば、なんとも腹立たしいことになってくるんですよね。これだって東京だってこれ例外じゃないわけだから。そうですよね。横田基地もあればですね、いっぱい米軍基地があるわけですから、東京近辺には。で、今回の GoTo キャンペーンは私はこれとんでもない、キャンペーンだと GoTo トラベル申し上げたんですけど、ひょっとすると沖縄はですね、この GoTo トラベルでですね、ちょっと上向きになれるかなと思ってたんですね。非常にこの夏のシーズンですから沖縄に行きたいという方、東京の予約も相当あったみたいですので、それからするとですね、本当にこの米軍のですね、感染というのは沖縄にとってみれば踏んだり蹴ったりだと思うんですね。ですよね。いつもいつも泣かされるじゃないかというのがですね、本当率直な思いだと思うんですけどね。それから菅義偉官房長官が昨日フジテレビの番組に出演された際に、はいはい、特措法ですね、今回のコロナの対策特措法について権限を強化しようじゃないか、はい、それから夜の街に対しては風俗営業法、いわゆる風営法の法律にのっとって警察官のチェックというものもこう入れていこうということで、すで、はいはい、にもう大阪は始まってるんですかね。これからですかね。これからになりますけども、はい、昨日の菅さんの発言でですね、風営法の中にですね、それを適用していこうと、特措法全部変えなくてもですね、風営法の運用でいくらでもできるじゃないかっていうのは、まさにおっしゃる通りだと思うんですね。例えば午前0時以降の営業なんかに関しても、よく警察官がもう時間ですよと、いつまでも明かりが漏れてますよというような形で言って歩いてるわけですよね。で、これは風営法の営業時間に基づいてやってるわけですけど、そういう中でですね、もうちょっと換気をしっかりしないと、これお客さんも迷惑かけるよとか、こんな密接な形で座ってたら危ないよとか、そういう形でですね、警察官が別に強行、いや、その強権を発揮するわけじゃないけども、お互いにこれ気をつけなきゃダメだよぐらいのことはですね、できると思うんですね。そこら辺はこう何も石部金一のようにやっていかないでもですね、運用の仕方によって、その代わり風俗の方々もですね、協力してくださいという形でですね、夜の街と言って批判しないでですね、やっていく方法 はあると思うんですね。これは本当に柔軟に運用していく。例えば普通のお店を作るときには食品衛生法によってですね、流し台がどうなってるんですか、換気がどうなってるんですかとやるじゃないですか、はい、劇場であれば消防法でですね、ここの非常灯、本当にいい映画だから一旦消してもいいよと、だけどその前にちゃんとお客さんに誘導しますから、上映と同時に誘導灯は消しますからというアナウンス最近ありますよね、はい、劇場なんかでも、はい、そういう形でですね、本当はつけとかなきゃいけないんだけど、みんなで協力し合ってこれやってこうよねと、そう、消防法、食品衛生法、風俗営業法、いろんなところでですね、この法律をうまく利用してコロナと戦うじゃないかと、いうことはできると思うんです。そこはまさに運用面で柔軟に考えましょうという意味では、昨日の菅さんの発言というのは私は
いい方向に向かうんじゃないかと思うんですけどね。なんか罰則ありきで始まっちゃうとお互い敵対しちゃいますけども。そうなんです。ここは協力し合っていかなきゃいけないですもんね、うん、だからお巡りさんもきつく言うんじゃなくてですね、うん、これやっててコロナ出したらお前のとこ大変だよと、うんうん、あのちょっと気をつけようよというようなことでいいじゃないですか。ですよね、はい、お巡りさんもこれ大変だなと、現場のお巡りさんもほらだって防護体制ちゃんと取っていかなきゃいけないんだけど、いきなりそういうようなあの接待を伴う店にこうフル装備のお巡りさん入っていくとおっと思いますからね。そうですね、あの駆けつける警察官だってですね、うん、それの方がいいと思うんですよね、はい、あの愛知県でほらコロナだっつって大騒ぎして、はい、あの移しちゃった、うん、あの時はあの出動が遅れたってのは当たり前の話で、うん、駆けつけた警察官は全部防護服を着てったわけですよね、うん、やっぱりそうなる前にあのお店の側もですね、いろいろ対策を立てるっていうのは大事だと思うんですね、はい、それから次行きますか。行けるな、はい、はい。将棋の棋聖戦五番勝負を制し17歳11ヶ月の最年少で初タイトルを獲得した藤井聡太新棋聖が快挙達成から一夜明けた17日大阪市で記者会見しました。藤井棋聖はタイトルは目指していたが遠いものだった、棋士になって成長できたのが今回の結果につながったと時折笑顔を見せて喜びを語りました。藤井棋聖は16日大阪市で指された棋聖戦五番勝負第4局で渡辺明前棋聖を破って対戦成績3勝1敗でタイトルを奪取し、1990年に屋敷伸之九段が作った18歳6ヶ月の最年少記録を30年ぶりに更新しました。藤井棋聖は対局後に母親に電話し、よかったねと喜んでもらえたということです。また記者会見では探求と記号した色紙を披露し、将棋は難しいゲーム、これからも探求心を持って臨みたいと語りました。王位戦7番勝負にも挑戦中の藤井棋聖はいい内容の将棋を指したいと意気込みを見せました。間もなく18歳ですね、なりました、ね、なりましたか。そうです、そうです。あの将棋界の中では恐るべき18歳ということを言う人もいれば、いやー藤井君ありがとうと、あなたのおかげでまた将棋の人気がまた広まりますよと、いろんな取り方があるみたいですけども、あの取った翌日か、というかあと1日か2日ぐらいしかなかったですね、はいはい、今回それで取った途端にあのハッピーバースデーのケーキもらって喜んでましたから18歳になったんだと思いますね、はい、私今あのほらこうやってあのリモートであの国村さんとか西川さんとお話しさせていただく、東京が止められちゃってますんで、はい、あの今番組は大阪名古屋だけが生なんですよね、はい、そういう中で今回あのタイトル取ったのは大阪の関西将棋会館ですよね。そうです、そうですね。それから愛知県の瀬戸市の出身ですから、はい、もう東海地方はもう大盛り上がりで、はい、もうあのコロナの報道ばっかりだった中でですね、うん、あるいはあの河合夫妻の選挙違反とか、はい、本当にあのなんかこう暗いニュースばっかりお伝えしていた中で、うん、久しぶりだね、こんだけみんなであのお喜びできるのはっていうのがこの間 あの木曜日のです、うん、撮った時でしたんでね、うん、あと4分というところであの藤井君がどうやらタイトル取りそうだというところで、うん、各社の夕方ニュース全部終わったんですね。で終わっていきなり NHK の7時のニュースでタイトル取りましたと、うん、ギリギリ間に合わなかったんですけど、うん、よかったです。あのこれで今王位戦ですね、チャレンジ中ですが、はい、まあ、結果また王位のタイトルを取るとなると、藤井棋聖から王位のタイトルを取ると藤井二冠になる、二冠になるんですね。そうなると、将棋連盟の、規定によって今七段ですけど八段に昇格するということになる。まあ、ね、将棋はもうあの投了するまで分かりませんから何とも言えませんけども、けどあのこういわゆる将棋を指す方が本当に人口増えてる。そうですね。で女性が多いですね最近ね。聞きますね。あの大阪の番組あの山崎八段っていう方にご解説いただいたんですが、はい、名古屋の解説は2回ともですね、あの女流初段と、はい、あの女流棋士でやったんですね、はい、それだけやっぱりあの女性の方々が
本当上限に進出してきてるという感じはしたんですね。まあ、これから王位戦まだまだ残ってますけど、その他のチャレンジがまだありますんでね、全部で8つですか、タイトル。8つですね、8大タイトルですから、でおっしゃったように段よりもタイトルを取ったら棋聖とか、うん、そういう形で二冠とか、そういう形で呼ばれるわけですけど、もう八段取ったら杉本八段と並ぶわけですよ、ね、師匠と並んじゃうわけですよね。やっぱりすごい子が出てきたなというのと、それからやっぱり女流の棋士たちの解説を聞いてると、はい、藤井君ほど AI の時代に AI をうまく利用しながら、はい、AI の出す手の中で実にいい選択をする、びっくりするような選択をするという形ですので、やっぱり時代の申し子といいますか、将棋の中に AI が入ってきた時代の棋士として登場したという意味では、やっぱり永遠に残る棋士になってるんじゃないでしょうかね。ですね、はいはい。月曜日の深読みジャパン、コメンテーターは今日も大阪からご登場いただきました、はい、大谷昭弘さんでした。大谷さん、来週もよろしくお願いいたします。こちらこそ失礼いたしました。